広角レンズニコンニクア AF24mmF2.8 広角レンズとは写真レンズの分類の一つである。広角レンズを定義する厳密な基準はなく、標準レンズよりも画角の広いレンズ、焦点距離が短いレンズという分類である。歴史的理由から 35mm フィルムカメラで、標準とされてきた 50mm が望遠寄りであるためもあって、標準寄りの広角と、 より広角側の広角といった分類がされることもある。超広角レンズの撮影例、広角レンズは以下の特性も持つ。超広角レンズはその特性がより顕著になる。広角レンズは被写界深度が深い。35mm 半の焦点距離 28mm のレンズは回値を回8ピント 13m で約 1.5m。 無限遠の被写界深度となる。3 5ト、mm、ル半の焦点距離5 0ト、mm、ルのレンズでは同条件でピントが合う範囲が約2.3、約4 4ル被写界深度は約2 1ルとなる。蒸気のように異なる焦点距離のレンズをピント位置と F 値を同一にして比較すると広角レンズの方が被写界深度が深い特性を持つ。これは 広角レンズの方が、焦点面のサクラエ園の直径が、許容サクラエ園形以下となる距離である。焦点深度が広くなる。焦点深度が広くなるということは、合わせたピント位置に対して、ピントが合っていると感じられる範囲が前後により深くなるということである。被写界深度が深い特性のため、スナップ撮影に向いているレンズとされる。また、 被写界深度を生かしたパンフォーカス撮影にも適している。広角レンズは肉眼で見た時に比べて被写体が遠くに映るため遠近感が強調される。上図では広角レンズはパースペクティブ効果により対岸が遠くにあるように感じる。デフォルメ効果の霊被写体との距離が近いとパースペクティブ効果の影響で肉眼で見た時に比べて近くにある被写体は より大きく遠くにある被写体はより小さく映る。このデフォルメ効果により被写体との距離が近いと人物撮影の場合は肉眼に比べて花が大きく目が離れて映る。は歪みではなく肉眼では立体として捉えているものが平面になることによる一種の錯覚である以上の効果と期間的には 同じ原理によるものだが、広角レンズで撮影された写真では、画像周辺部にある立体物が外に向かって、流れるような形に歪んでいるように見える。超広角や一眼レフ用のバックフォーカスを長く撮った、非対称型の広角レンズでは、構成上たる型の Y 極周差が発生し、補正が完全でないことが多い。 工業用レンズなど、Y 極周差の補正を意識して設計されたレンズでは、ほとんど発生しない。なお魚眼レンズは、意図的にこの周差による Y 極を利用したレンズである。主にコサイン4乗速による、周辺光量の低下がある。逆望遠型や、対象型でも前後の端をくぼメニスカスレンズとしたタイプでは緩和されるが、そうではないハイパーゴンなどでは一い。 近年のデジタルカメラのセンサでは、テレセントリック性の問題もある。画角が広いことにより、手ブレによるブレの影響が比較して、小さくなるため、カメラの保持、あるいはシャッター速度に余裕がある。撮り方によっては、実際に見た場合の印象と比べて、空間を広く感じさせることができるため、ビジネスホテル等の内部の紹介や、住宅などの広告写真にも使用が見られることがある。 この用途では、上で示したような特徴らしい特徴が出ないよう、慎重に回避しながら撮影される。超広角レンズカノン EF14mmF2.8 リットル USM35mm 版換算で、焦点距離が 35mm 程度より短いレンズを、だいたい、広角レンズと分類することが多い。35mm のレンズの対角線画角は63度である。 対称型の場合も逆望遠型の場合も、レンズ構成は、典型的な範囲内のことが多い。広角ズームレンズ EF17 から 40mm、F4 リトル USM 広角ズームレンズとは、広角レンズの焦点域を中心にカバーする、ズームレンズを言う。また、超広角レンズの焦点距離をカバーするレンズは、超広角ズームレンズと分類することもある。 標準域を中心とするレンズは、広角域をカバーしていても、標準ズームレンズと分類することが多い。レンズ構成としては、前が後ろが、凸の逆望遠構成の前後、間隔を変えて、ズーミングを行う。前群と後群の間隔を広げると逆望遠構成となり、焦点距離が短くなり、逆に前群と後群の間隔を縮めると、対象型構成となり、 焦点距離が長くなる。詳細は写真レンズのズームレンズを参照。ハイパーゴンレンジファインダーカメラやコンパクトカメラ用の標準レンズに近い 40mm から 35mm 程度のレンズは標準レンズとあまり変わらない構成で焦点距離を短く設計したものが多い。それよりも広角となる超広角と呼ばれるような画角のレンズとしては対象型は 歪曲をよく抑えることから、歴史的には、航空撮影向けに開発されたハイパーゴンや続いて、トポゴン型などがまずあったが、構成上周辺光量落ちが激しいため一般の撮影には、工夫を要した。その後開発が進んだるサールやビオゴン型は、多めにスカスレンズを全端と後端に置くことで、周辺光量落ちを緩和している。また、ビオゴンと少し違うタイプとして、 肉は O2.1cmF4 の構成がある。その後のレンズにはスーパーアンギュロンなどがある。また、ライカハンカメラにはあまり採用例がないが、オルソメタータイプもある。ホロゴンのように特殊な構成とすることもある。超広角レンズでは非常に被写界深度が深くなるため、距離計によるピント合わせはしないものとして、距離計非連動としたものもある。 通常の設計の一眼レフカメラではミラーに干渉するためバックフォーカスを長く取る必要があることから広角域の交換レンズは逆望遠型とすることがもっぱらである。またデジタルカメラではミラーのないタイプでもテレセントリック製のためかやはり広角レンズは多くが逆望遠型を採用しているようである。逆望遠型では近接時に周差が大きくなるものもあるため フローティングで調整するものもある。ありがとうございます。